はい、金ちゃんヌードル取り扱い中です。だいたいこの商品を見てお声掛けいただくのはですね、懐かしいという声ですね。懐かしいと言われる方の8割9割は静岡出身か四国全域出身か沖縄出身の方だと思います。なぜかというと四国静岡沖縄での販売量がすごい多いそうです。ただ静岡より東では積極的な営業がやってないみたいなので、あまりこちらでは販売することが少ないようです。で静岡四国沖縄の方には非常にこちら販売してないんで懐かしいというお声掛けをいただくかなと思います。それと金ちゃんヌードルって沖縄産品だったのっていう方ですね。まあ先ほどの話のように徳島の徳島製粉という会社の商品ですが、沖縄にはカップヌードルより早く入ってすっかり定着したので、沖縄の懐かしいという声、それから沖縄県産品じゃないんですけども取り扱っているということです。それとあとはまあ全く初めて見たという方ですね。それはもう、静岡より東の方では初めてという方が多いと思います。まあ普通のカップ麺なんですけど、とっても味付けもよく美味しいです。それと蓋がパカッと取れてお湯を注いでまた戻せる、パカッとはめられるので